6月は不正改造車を排除する運動の強化月間です。これに合わせて国土交通省中国運輸局などが不正改造車の撲滅を呼びかける啓発活動を行いました。啓発活動は中国運輸局岡山運輸支局や軽自動車検査協会などが連携し毎年この時期に行っているものです。職員らは車のライトの異常や騒音の原因となるマフラーの切断など車の不正改造がないかを点検。不正改造は犯罪にあたるため作らない乗らないよう呼びかけました。車の効果だとかタイヤのはみ出しだとかをメインにさせていただいております。うるさいマフラーだとかっていうのは極力つけないようにいただいて、適正な形で乗っていただきたいと。今日は58台を点検し5台に対して不正改造等への口頭注意を行ったということです。中国運輸局岡山運輸支局では今後も定期的に啓発活動を行う予定です。